こんにちは、初めまして。18歳高校中退後、山形から来たパープルーム3期生のともきと申します。好きな川は最上川です。よろしくお願いいたします。やり直しますね。このゲルゲル祭っていうのは、自分が、高校中退してるので、学園祭っていうものを経験したことがないっていうことから、パープルームの皆さんが、じゃあともきのためにゲルゲル祭っていう学園祭を、作ってあげようっていうのが始まりで、このゲルゲル祭っていう展示が行うことになったんですけども、1回目2回目は自分の部屋の名前はパープルームプーポンポンっていうんですけど、このパープルームプーポンポン、自分の部屋で、1回目2回目ゲルゲル祭を行うことになりまして、で3回目ということで、今回この渡り美術館のこの空間の中でゲルゲル祭を行うということになりましたね。今だいたいこの部屋の空間の中に、参加作家は18人ほどおられるんですけど、その18人の作家さんがぎゅうぎゅう詰めのような感じになって、この展示っていうものは構成されていますね。基本的にだいたい作家さんはツイッターとかから、日頃のなんかつながりとかもあったりするんですけど、基本的にはツイッターからお声掛けして参加しませんかっていう形で、作品が自分の部屋に送られてきて、その作品を自分が当てて、部屋とか展示場所に、展示するっていうのが、ゲルゲル祭の基本的な展示方法の仕方になりますね。この方なんかは、マジカル商店ヨイさんという方なんですけども、ヨイさんはマジカル商店っていうものを、されてまして、ヨイさん自身そのマジカル商店っていうものを一切疑ってない心意気で、今回そのアクアリウムとかあると思うんですけど、そのアクアリウムとかの、マジカルバージョンって言って、ヨイさんは、マジカリウムっていうもの作品を作られましたね。で見てもらえると、青い光がついていて、中の、目玉のような植物のような形のものが、くるくると回っているような、作品になりますね。ヨイさんはハリコっていう作り方で和紙とかを何回も重ねて、この形とかを作っていられるんですけど、すごい余依さんなりのなんか信念というか、すごいキャラクターとか貫き通す意志みたいな感じで、毎回すごい驚かされるような作品をゲルゲル祭では作られていらっしゃいますね。この余依さんの隣にあるのは、ツイッター名はテさんっていう方なんですけど、ひらがなのテですね。この方は年金とかに多分興味があるような方で、今キャリーバッグの中にキネティックサンドとか、手につかないような砂みたいのたくさんぶちまけられているような状態で、この文章を読むと、年金とは間の生き物が動物と植物の生と死の間に存在している。今夜もまた私の体は金縛りを引き起こしながら年金へと変化して、潮を覆っていく夢を見ている。年金を変化した私の体に覆われて地球は溶けて、思いになってまた再び細胞分裂を始めるっていう、そういった言葉が書いてありまして、年金とかをこうインスピレーションをもとに、こういったちょっとドロッとしたベトベトしたような、砂とか文字みたいなものをこのゲルゲル祭の会場の中では、覆われていますね。でこちらもテさんの作品になるんですけど、こちらは、フェイスペイント、顔に塗れるような絵の具を、テさんの顔に塗って、それを乾かして、ビリビリッとフェイスペイントの絵の具を剥がして、それを何回も繰り返して引っ付けたような作品を今回は壁に展示しています。
その下にこう展示されてあるのが船井武彦さんっていう鳥取の画家で、今70半ばくらいの方なんですけども、その方の50年前の作品を展示していますね。今回船井さんこのドローイング、50年前のドローイングを展示するのは初めてみたいで、まだそういった若い時の作品、まだ成長過程のような作品を展示していて、このゲレゲレ祭っていうのはそういった成長途中とか、まだこう発展途中のような作品が多いんですけども、まだこう形になっていないというか、しっかりとした形になっていない、ちょっと柔らかいような作品という意味で、こうゲル状ゲルゲル祭っていうタイトルが付けられていますね。船井さんの絵は50年前ということもあって、その時の時代とか、その時のこうこの時の流れみたいなのも多分定着していると思うんですけど、そういう意味でこのゲルゲル祭に置くことによって、他の作品とのこう影響じゃないけど、この作品がこうこの会場の中でもこう熱気というか念みたいなものをこう発動させているような気はいつもしていますね。でこの下に船井さんの下にあるのが星川麻子さんという方なんですけども、この方はツイッターとかでもよく、ピンク色のお団子ヘアに、お団子ヘアの女の子をよくモチーフに描かれてるんですけど、読者漫画で、星川さんが作られた漫画で、こういう小学生が使うような漫画にドローイングとかが行われているようなもので、こういったものになってますね。いつも描かれているようなこういったピンク色の団子ヘアの女の子は、多分星川さん自身を多分投影されたようなものだと思っていて、最初は本当キャラクターとか絵が多いんですけど、やっぱ途中からちょっとドロッとしたようなものになったりですね、こういったベトッとしたような画面になっていったり、これすごい1ページ1ページがものすごく重かったりするんですけど、そのなんだろう、1ページ1ページの星川さんの念のようなものがこう滞在しているというか、すごいボリュームがあるような作品ですね。こういったフィギュアとか粘土で作られた星川麻子さんとか、自分自身をいろいろな生物に置き換えたりして、展示したりしますね。これなんかも星川麻子さんの自分自身のフィギュアを作られたものだったりしますね。豚になった星川麻子さんとか、なんか口から何か物を出しているようなフィギュアだったりとか。なんか後ろには船井さんの作品の向かい側には新関宗之助さんっていう方の、作品が大勢あるんですけども、この方はお花とかをモチーフとしたやつとか、私物画とかを展示されているんですけど、こちら新関さんの作品は20年前の作品になっていまして、でこちらが、最新作の新関さんの作品になってますね。新関さんは多分、20年前の作品と最新作の作品比べてみるとあまり変わっていないというか、多分そのままの、絵の描き方でどんどんこう長く続けていられるように自分は思っていて、同じ描き方でというか、新関さんのセオリーの中で淡々と続けられていくっていう描き方に対して、やっぱり自分はいい意味でのちょっと気持ち悪さみたいなものを新関さんが持っていて、それをこう覆われているような画面になっているような気はしますね。やっぱりなんか初めて描いた油絵っていうものをこう20年間とかずっと続けているような、そういったどんどん続けられていくような
怖さみたいなのが水木さんの絵にはこう覆われているような気がしますね。でこの中央に水木さんの作品に囲まれているこの作品は、梅津洋一さんの10年前の作品になっていますね。ペンで書かれているんですけども、この時の漫画、梅津さんが昔書いてた漫画を前読ませていただいたんですけども、この梅津さんの書いた絵にも言葉みたいなのが書いてあるんですけど、恋とか液体というとか、おしっこのレープのとか、そういった言葉みたいなのを漫画とかでよく登場させられていて、やっぱその漫画を元にこう抜き出してきた言葉とかもたくさんあるので、そういったものが結構相互関係というか、いつも描いている漫画とこういったドローンのつながりみたいなものを感じたなっていうふうに自分は思いましたね。こちらの中央にあるのが藤野龍樹さんという方で、こちらの作品は藤野龍樹さんは仙台出身の方で、今回このゲルゲル祭の会場に来てこの作品を展示していただいたんですけども、この方はちょっと奇妙な作品というか、マンゴーの種を乾かして乾燥させたようなものだったりとか、全部マンゴーの種なんですけども、こういったものだったり、フリーマーケットで買った木のコブを最初全部青色にして、それを全部溶かしたら、こういった溝にマーブル状になった青いものがあるんですけども、こういったものをちょっと気持ち悪くなったから持ってきたって言って、なんか展示されていましたね。で藤井さんはアニメとか萌えキャラというか、そういったものに多分意識がたくさんあるように思っていて、これは藤井さんのスクラップブックで、これは一応18禁なんですけど、中身見てみるとやっぱり萌えキャラクターというか、アニメとかのキャラクターが貼り付けていたり、そういったものに興味があると思っていて、これは藤井さんが描いた萌え絵なんですけど、女の子が手話の動作をしている絵で、覚える、忘れるっていう、こういった手話の動作を女の子はしていますね。それを粘土の作品にしたものが、こちらだったり、あとは本当のフィギュアみたいなのも展示されていますね。あとはね、このシエニー・チュアンさんっていう方は、この方もツイッターとかから、声掛けして、展示していただいた方なんですけど、シエニー・チュアンさんはよくモチーフに女の子とかおられていて、シエニーですね。シエニーの作品もシエニー・チュアンさんの作品で、女の子だったりは、うつろな目でこうどっかの街中にあるような街中とか田舎の風景のところに女の子がいるっていう風景を描くんですけども、女の子のキャラクターの絵っていうよりはもっと絵の具のこう物質感というか、すごくこの光っているようなキラキラしているような絵で光沢感がある、でこう塗られているっていうのが魅力的な絵ですね。で隣にいる超エチプラスさんっていう方とも、シーニー・チュアンさんはお友達で、超エチプラスも本当に日頃、電車の中とかで描いてあるドローイングを描かれている方で、絵画的な線というか、本当発表とか展示っていう機会は多分はほとんどしたことがなくて、未発表の作品が今回たくさん多いんですけども、そこに書いてるモチーフは女の子とか男の人だったりたくさんいるんですけども、全員自分自身というか初一プラスさん自身を書いているというものだったりしますね。
これが超越プラスさんのドローイング集のドローイング集になるんですけども、言葉が書いてありまして、こういった言葉とか、超越プラスさん自身の絵だったりとか、言葉とかは超越プラスさんはいつも日記を書いているんですけども、その日記の言葉を、抜粋してというか抜き出してこのドローイング集に書いたっていうのになりますね。彼女自身、やっぱり彼女自身のちょっと繊細さというかですね、ちょっと不安定な心の揺れ動きっていうのも多分定着していると思っていて、その本当彼女自身の彼女自身が伝わってくるような作品だったりドローイング集だったりすると思いますね。またこちらにも予定と卵さんっていう方の作品はですね、本当にこの封筒に子っていう漢字だけ書かれていて、これを送られてきてこれを展示してくれっていうふうに言われたんですけども、自分自身この作家さんというか予定と卵さんの意図というかということを考えてこの作品を展示しているっていうのは全く分からなくて、ただ言えるのは予定と卵さんはツイッターをしているんですけど、語尾にこの漢字の子っていうのをつけるのが口癖のようなものになっていて、例えばなんか今日はなんかお腹が減った子とか、今日は思念が11個とか、そういった風になんか子っていうつけるのが口癖で、それがどういった意味かわからないんですけども、この作品は送られてきましたね。あとは後ろにあるのがナマスさんっていうナマスさんで、下でその子の方はレーザーペインティングとか彦坂さんっていう方の、弟子だったりしていて、この辺に転がっている、オブジェというか彫刻も、ナマスヨさんのものになったりしますね。やっぱりグラスとかがこうくっついていて、そうですね、やっぱり新しい見え方というか切断とかこう結合しているような、作品を作られていたりですね。こっちにあるのはポテトチップスの彫刻だったりしていて、ね、ポテトチップスのですね、この彫刻にしていたりとか、あと今ツイッターでは、ね、なんか女装の格好をしたりして、批評的なことをこう言ったりおっしゃってたりもしてますね。この上に乗ってるのが、伊藤ゾンさんっていう方は、この前パープルタウンにおいでよっていう展示をした時に、パープルミューブ構成の皆さんとこの青い粘土で一緒に作ったものだったりを展示したりしてますね。今回は本当に70半ばの作家さんから、あとこの今流れている音楽は第1回目のゲルゲル祭の時は中学3年生の香川県に住んでいる方がこのゲルゲル祭のためにこの音楽をパープルームに送ってきてくださって、じゃあこのゲルゲル祭のテーマソングを使ってくださいっていう風に送られてきたものだったり、いつもこの学園祭テイストの空間の中に流してますね。一応なんかその外に片隅にあるのが前西さんっていう方は、この方は本当は第1回目のゲルゲル祭の時に今予備普通の美術予備校に通っている方だったんですけど、でその予備校で描いた油絵を展示する予定だった人で、ただその告知し終わった後にやっぱりちょっと予備校で描いた油絵を出したくないと言われてしまいまして、でその断られてしまったものですから、ちょっと寂しいなというか、ちょっと卍がいないのがちょっと寂しげな感じもあるということで、だったら自分でこう卍を作ろうということになりまして、アランさんがこのパープルユーブ構成のアランさんがこの卍の木箱を作って、自分がこう色を塗るってちょっと片隅に置いておくっていう、それから寂しげな卍が2つ塗るっていう感じですね。
今この釣られているドローイング、たくさんのドローイングたちはアーサーパンさんという方で、ね、アーサーパンサーはアスマーというのは本名で日本人ではないんですけども、今脳の研究をされている方で、その脳の研究をされているので毎日のように顕微鏡を見ると、その顕微鏡から見ると細胞とか何かの微生物とかそういったものから多分影響を受けてこの作品たちを作っていますね。作品の制作はいつも、通勤途中というか電車の中の15分とか20分の間に、持ち運んでいるペンで毎日のようにドローイングをしていて、それが、今300枚くらい家には積み重なっているものみたいですね。今回は100点、100枚のドローイングを展示させていただきました。この上にあるのが、パープルーム講習会生の、畑中瑠香さんという方の作品で、畑中瑠香さんは、クラフト紙にゲソを塗って、その上から、鉛筆でドローイングをするっていうことで、畑中さんは最初に物語があるんですけど、その物語から、物語をもとにこの絵画作品というかを制作していますね。でこの一つの文章を読むと、槍を持った天野によって線路の向こうにある山に昆虫採集が進みの私が出かけに行く、しかし実際の台風で廃墟になった工場に避難する、明け方に嵐が過ぎ去り外に出た時に私が見た風景、それは槍を持った雨雲の集団が過ぎ去っていくところだった、徐々に10度くらいが日に照らされていくっていうこの作品ですね。暗闇を持った雨雲っていう物語も作られた感じで、パープルームに来てから有馬薫さんっていう作家さんだったりを影響されて、こういった絵画作品を制作したりっていうのもありますね。あとはこっちにいるのがマミさんっていう方で、この方もツイッターから、お声掛けして今回展示していただいたんですけど、基本的にマミさんは女の子に描かれている作品が多くて、その女の子はやっぱりちょっとうつらな目をしているというか、ちょっと情念のこもったような絵を、展示していただいて、この絵画の上にちょっと黒ずんだものがあると思うんですけど、これは桜の花びらだったりしますね。桜の花びらがちょっと展示することもちょっと参加というか腐れてしまって、この上にちょっと黒ずんだ部分がありますね。野見さんの作品は一点一点ちょっと気持ちというかドローとしての線の描き方だったり、野見さん自身を映しているのかわからないんですけども、やっぱり小さなでも生きているような小さな鼓動が一点一点から聞こえてくるような身体性のようなものが感じられる作品のように思いましたね。あとは、この方はディープシーさんという方なんですけども、ディープシーさんは今畑中さんと一緒に、講習改正という感じで、第1回目のゲルゲル祭の時に、ビズステジオのすごい小さい記事でゲルゲル祭開催って書いてあった記事を読んで、パープルームに来られた方で、ですね、この方もそうですね、パープルームに来てからパープルームプーポンプ自分の部屋でいろいろ制作とか行ったりしていて、残念ながら今はちょっと入院中なんですけども、今回パープルームこのゲルゲル祭にその作品だけパープルームプーポンプにあったので、今回展示させていただくっていう感じになりましたね。大体パープルームのゲルゲル祭の作品はこのような形になっていますね。で18の作家さんがたくさんあるっていう中で、学園祭自分の
初めての学園祭っていう感じになっています。ありがとうございます。